こんばんは。ちょっとキャンプ場でですね、他のテントの人も10テントぐらい人たちが来てるので、あんまり大声では喋らないと思います。うん。海外から。まあまあ。はい。久々さん、いつもありがとうございます。で、ですね、これ見ると、ですね、2分煮込んで、2分さらにほぐして煮込んで、その後2分煮込んでくださいって書いてあるんですよ。すごいですね、スガキ屋の。あ、よく書いておられる。ラーメンじゃなかった、うどんじゃないか。ずっとラーメンだと思ってた。手が洗ってない。まだ洗ってない。というわけで、うどんだったのか、これ。ラーメンじゃなかったのか。で、ですね、順番としては、肉焼きます。で、野菜炒めます。で、お湯は実はさっき、すでに沸かしたものが向こうにございますので、それを使って、できるだけ早く、プラス6分かかりますけど、これを作って、で、肉をこれに乗せる。で、野菜炒めは野菜炒めで食うという三段でございます。さて、酒ないなぁ。一つで十分ですよ。分かってくださいよ。じゃあ、まず、蒸し蒸し蒸し。やった、蒸し。蒸し蒸し。よし。煮込みうどんは鶏肉、まあまあまあ豚肉の鶏肉も同じようなもんだから。そう、ブレードランナーご存知ですか。よし、虫も毒はどんぐらいいるのかな。ここ見るから。あ、バランス、あ、バランスはですね、実はこれ、座りがですね、ボンベつけると座り悪くなるので、ボンベの方にティッシュを挟んで安定させてます。砂糖蒸し。ペグ洗い。何からいくんだっけ。そうだ、いくら肉。北海道、思ったほどまだ寒くないですね。でもこれから寒くなるんじゃないかと思う。今のところ大丈夫です。で、これが焼き鳥弁当に乗ってるやつですね。焼き鳥弁当に乗ってる豚肉ですね。意外と高いんですよね、これ。焼き鳥弁当と同じぐらいの値段じゃないのか。でかい容器。じゃあまずは、そう、長谷川じゃないです。ちょっと問題一つ見つけたんですけど、これごま油じゃないですね。純正ごま油仕立てだけども、ごま油ではないですね。これ炒め油として使う場合、これどうなんでしょうか。ごま油じゃないですね。これ小さいごま油だからちょうどいいなと思って買ってきたら違いますね。角屋ではあるけれども、なんかフライパンに出した途端にいきなり赤いなと思って。ごま油と間違えてた。いらっしゃいませ。焼き鳥の油で、まあそうですね、辛そうで辛いんじゃないですか、これ。まずは肉ですね。これ冷えても、まあぬるければ大丈夫だから。うん、食べられない。そうですね、
ったほど果ての音しないな。これちょっとだけ水入れたりした方がいいんですかね。そんなことないか。とりあえず温まればいいような感じかな。まあですよね、ですよね。うん、辛っ今ちょっと肉の切れ肉の切れ端はラー油のところにジュジュッと炒めて口に入れたら辛っ。途切れ気味。ああ電波悪いか。ちょっとああそうですね、あんまり良くないな。電波ないなぁ。まあいいか。うん。嘘をついて。ああ、ウサギを1羽2羽とかいう話ですかね。のせいか。かじらない。まあ、こんなもんですかね。こんばんは。とりあえずこれで一旦うどんの上に乗せる具ができました。で次は野菜。問題はこれ油どうするかだな。他の客はテント10個ぐらいありますよ。ただこんな時間にやってる人がいないってだけで。どうしよう、これ油ないから。うん、豚から出るからって、豚はうどんに、あ、そうか、戻しゃいいんだ。今何度ぐらい。15度ぐらいじゃないですかね。まだ寒くないです、あんまり。久しぶりで。油出ろ、油出ろ。あんまり油出ませんよ。まあ、ラー油でもちょっと味付けしてみますか。辛そう。この油が意外と出ない。おお。ザトウムシ、あ、虫ダメな人すいません。これ本当ダメな人多そうですね。やった。ダンゴムシにめちゃくちゃ長い足がついてるようなやつ。まあなんとなくできつつありますね。うん。あ、煙が辛い。
テントワークです。うん、ああ辛い辛い、あっち、高いところから、野菜がなんか半分だと少なかったな、全部入れてもよかった、あとだけ。あったかいうちに、とりあえず野菜炒めとうどんの具ができました。ん？目が、さっきの野菜炒めから立ち上った蒸気を吸い込んだら辛かったです。すごき屋です。うん、それ以上、最初に2分で次に2分、あ、そう、ん？なんでスキーウェア、うどんうどん、あ、意外と冷えてるな、すぐ沸くかと思ったら休校ね、誰に、うん、目が、塩コショウあります、あります、今塩コショウで味付けしました、結構まだしてないな、塩コショウとラー油しかない、まあこういうのは楽しいですね。まだか。火ついてなかった。組み立て、そうなんですよ。あの荷物の中で全然場所取らないんで。火ついてなかった、菓子折りさんいらっしゃいませ、なんか安定しませんね、よし、沸いた沸いた、あ、ノラさんいらっしゃいませ、キャンプ中です、あ、結構なんか湯が減ってる、
やっぱ弱いみたいですね。今いい感じだと思いますけど、ね、いい感じだと思いますけどね。手打ち100。すごいですねこれ。太い。よし入った。男の料理ですよ。2分か2分。なんか団体さんが車でなんかみんなで出てったのがみんなで帰ってきた。なかなかこれ沈まないですね。あ、そうか、ほぐす、あの2分経ってからほぐさなきゃいけないんだった。そういや、まあそうですね、本当にそうですよ。おお、よし、できつつある、できつつある。でも多分野菜炒めは冷たいと思う。気温15度ぐらいじゃないかなと思うんですけどね。ゆでに、あと私は片ゆでが好きで、今んとこ転送速度どうですかね。ああ安定しないな。100台に落ちることがある、うん、煮込んで煮込んで、もう2分経ったかな、うん、試してがあってそうですね。味噌煮込みスープ、若い。いや、まだ全然寒くないですね。思ったほど寒くない。20分になったら味噌入れていいかな。椿屋岩谷のガス、そうです、大体で。ラーメンもバリカタや。バリカタとか粉をすとか本当に、本当にはないでしょ、あれ。あれは比喩でしょ、比喩。比喩でしょう。山田うどん。山田うどんも結構店多いですよね。まだか、まだか。20分なった。明日は本当ですか。よし、で強火で煮込むって書いてあったな。おお。ん？目がね、ちょっとだけ。おお。こんな感じ。
強火すぎですかね。でも強火って書いてあるし、ペグ洗い、あのそこに排水口と蛇口があって、そこであのテントのペグを洗えるんですね。あの突き刺してあの引っ張るやつ、うん、アルデンテ、お全然煮崩れてない、すごいなこれ、うん、そしてうまいな、うん、全く遊びですね。そんなに経済的でもないし、いや、もういいかな、まだ2分経ってないけどもういい感じで、ここに腰が、うまいですね、吹けた、そう、よし、一人、そうでもないですね、やった、岩谷、あ、これいいですよ。ちょっとあの安定させるのに、あの、串ですよ。だってこれうどんの具だし。よし、できた。できた。どう映ってる？こうか。こう。昨日の放送こうです。さて放送残り何分、野菜は、あ、野菜はなんか野菜炒めとして、いやでも入れていいか、入れよう、入れてしまおう、あ、残り6分、まあ食い終わらなくてもいいか、別に味でですよね。延長しないです。オイオリーブ。できた。できた。できた。なんかバランスよく見えませんか？彩りなども。皆さんにピーマンの緑見えてないかな？よっとっと。こんな感じで。できた。串は串から直に食べるのはなんかうまそうじゃないですか。そんなことない。うん、写真撮った。よっ。じゃあいただきます。座るとこないんで立って食べます。いただきます。まずは豚串、うん、オイラー油、そう、それなりにこれラー油入ってるんですよね。椅子あるんですけど、ちょっとこの机の高さに足りないんで、あ、うまいな。てかこのうどんうまい。うん、刻み野菜入りです。うん、食材費どんぐらいかかってるかな。まあスガキ屋の分はあのもらい物だとして、豚串300円と野菜80円ですね。調味料は、ね、一応なしで。うん、やっぱり野菜ちょっと辛いな、うん、500円ぐらい、材料費だけでいったら380円プラススガキ屋ですね。うん、野菜と串はセイコムで買いました。
サムさん今のところ全然大したことないです。なんか拍子抜けですね、でも海の視覚のせいか、あの湿気が高いのか息はすぐ白くなります。アジコサ、うん、でも昨日も夜は急に寒くなりましたね。ギャートルズ防寒装備はある程度してきました。温泉入りました。温泉300円。あと受付のお兄さんにお願いしてコンセント使わせてもらったんで少しバッテリーが回復しました。この豚串は本当に安定してうまいですね。うまいなあ。この煮込みうどんはかなりうまいですね。デリは頼んである。来たデリ。デリとあとなんだっけ。デリとあ、そうそうペイチャンネルだ。そうそう、うまいうまい。うん、きしめん系ですね。洗い物はほぼあのペーパータオルで拭くだけです。うん、スラキヤ。ほぼ拭くだけですね。寒さはまだ全然ですね。寒くないんですよ。町会議。報酬ございますね。まあ豚串が単体でやたらうまいんで、それに引きずられてる感じですよな。あ、ふんふん。でもなんか一枠で収まらないかなと思ったけど、まあ間に合いましたね。焼きそば弁当、カップ麺。いや、延長なしで。今日は30分で済ませた。明日の宿が全然まだわかんないですけど。お疲れ様でした。支度だけで。ない箸。あ、これは100均で10本ぐらい入ってる箸じゃなかったかな、確か。お疲れ様です。お疲れ様でした。よいしょ。お疲れ様です。ネロさんも今箸、まだ、もう止まってるんですかね。ごめんなさい。止まったか。うまいな。じゃあ GoPro 一応食い終わるまで撮っておきます。また豚串は明日の分もあるし。
火燃やしてる。映るかな。ごちそうさまでした。なんか予想外にうまかったな。じゃあこれで終わります。